今回この誹謗中傷の裁判を始めたのが2年前になるんですけれども、その中の一つがこのいいねを対象にするもので、当時はこのいいねにとは何どういう行為なのかでしたり、このいいねに限定した裁判というものの判例を私たちは知らなかったので、どういった議論になるのか、いいねということがどういったアクションなのかということを話すところから始めました。いいね、指先一つでできてしまう行為です。でもしかしたら間違えて押してしまったのかもということも考えたんですけど、やはり何十件も繰り返されているということで、そういったことではないという、判断もありました。ただこのすごく簡単にできてしまういいねという行為で、誰かを誹謗中傷する言葉が拡散されてしまう、またそれによって行為をまたは賛同していると思われてしまう可能性があるということを、今回この裁判の判決で、認めてもらったのだと思います。その指先一つのハートマークを押すことで、どれだけ誰かを傷つけてしまうかというその行為については深く受け止めてほしいというのが私の気持ちです。やはりいろいろな誹謗中傷を受けている時って、本当に崖っぷちに立たされてしまうような気持ちになってしまうんですよね。そういった時に誰かから、知らない人からハートマークの、そういった誹謗中傷のもの、言葉をハートマークでどんどん押し付けられていくっていう、その指の一先の動きだけでもどれだけ追い詰められることかということは、今回私は身をもって体験したので、そのことについてはこれからそういった行為をそのアクションを起こすときに、一度いいねを押す前に考えてほしいことだと願っています。